まあ、15歳の時に北海道にある高校札幌山手が、ニュージーランドに来て、でそこで、まあ、交流、ラグビーの交流を、してて、でその中で、みんなと仲良くなって、でその日本に行くチャンスが来て、でそれを、掴んだ。それが15歳の時で、そこから今13、14年ぐらい経ってます。あれが、まあ、一番最初難しいと感じたのはその上下関係と、1年生の、仕事、その先輩たちの洗濯物をやったり、グラウンドの準備、ボールの準備、それがすごく、不思議に、持っててやってました。でもみんな周りがやってたから、周りと同じ行動をしてました。まあ、ニュージーランドでワールドカップでやった時に、でそのワールドカップ出て、まあ、まずはそのトップレベルの選手と対戦ができて、まあ、あとは、もう自分の母国で試合して、家族とか みんなが応援しに来てくれて、すごくたくさんの思い出ある大会でした。一番最初印象に残っているのはオールバックスと試合して、で周りに、まあ、コーリー・ジェーンいたり、カフィ、ジュローム・カイノとか、そういう小さい頃から、見てた選手がたくさんいる中で、その実際試合して、すごくいい思い出できました。Great cover defense by Leach to get to Tuiava, but just too many All Black support players。 まあ、最初キャプテン頼まれた時はすごく、まあ、違和感もちろん、感じてて、その日本代表のチームで日本人がやるべきじゃないかってずっと思ってて、で周りの選手と話したりして、いや、まあ、エディがあなたを指名するんだったらもう受け取ってやるしかない、まあ、あとは僕はもう本気で日本ラグビーを強くしたいっていう思いが強くて、その周り、世界の周りから日本のラグビーをもっとリスペクトしてほしかったから、まあ、その責任を持って、キャプテンをやってました。まあ、日本代表がもう二十何年もワールドカップで勝ててなくて、で歴史をとにかく変えたい、で日本のラグビーが、もっともっとこう強くしたいって思いで、ワールドカップを、望んでた。でもう本当に勝つために朝から夜まで、練習して、何変えないといけなかったっていうか、メンタリティを変えないといけなかった。で実際、まあ、大会出てみんなすごいメンタリティ持って、で南アフリカと試合して、実際勝ってからやっぱり自分たちが努力した分が、まあ、信じるようになって、そこから、まあ、自分たちがすごくそこから成長してました。Michael Leach, you've just led your country to one of the most remarkable upsets possibly in sporting history. How do you feel? Well, it was always going to be a hard battle, you know, it's David versus Goliath, but, you know, we've been training for this day for the last 4 years. We worked extremely hard, like all the coaching staff and the players, but, yeah, it was just a full-on team effort. まあ、日本開催のラグビーワールドカップはアジアで初で、まあ、日本代表にとっては、2015年でやっと、まあ、注目が上がってきて、まあ、すごくみんなに生で、まあ、感動や、勇気を与える場面が自分の手でできるように、そういうチャンスがあって、でそのチャンスで、まあ、掴んでみんなにいい試合を見せたいと思ってます。まあ、勝つのが一番の目的で、日本にとっては、まあ、いろんな国の人が日本に集まってきて、日本の良さ、僕も日本に来て感じた良さもみんなが感じるようになって、本当に日本から学ぶことがたくさん多いと思う。みんな日本に来て、さらに日本のイメージが良くなると思います。